始めよう。俺は呪われている。そう言葉を残して自ら命を絶った浅田健太郎。健太郎の恋人西田由美子は健太郎の自殺の原因を調査してほしいと神宮寺に依頼する。由美子に話を聞くと健太郎自身は呪いに心当たりがあるようだった。依頼を引き受けた神宮寺は調査を進めるうちに、今はダムの底に眠る三倉村での出来事が大きく関係していることがわかる。健太郎が呪われることになった理由とは、過去に三倉村で何が起きたのか。20年という歳月を経て繰り返される復讐劇に神宮寺は終止符を打つことができるのか。Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.